窓ド隆タは、京都府舞鶴市引土72にある神言総お室派の寺院。西舞鶴市街地を見下ろすアタゴ山の山裾にある。3号は、時計山。寺に伝わる、時計山記によれば、超徳年中、高喜びの回想という。最盛期には、陰謀70を数えたが、文治4年の山崩れで江戸王を失った。江戸時代に入り、 田辺藩の藩主であった牧野家の保護を受けて栄えたが、万事2年と、教法17年に火災に遭い、現存する建物はその後の再建である。教法17年の大火で、建物をすべて類承したが、主な仏像などは、信者が運び出し無事だったと言われている。そのため、丹後大仏といわれる、阿弥陀如来座像など、多数の平安時代、鎌倉時代の仏像が、今も残っている。 現在の本堂や多宝塔、宗門などは、18世紀末までに再建されたもの。地元の大工、林田伝之城傍省などの手によるもので、多宝塔の亀原を瓦吹きにするなど、独創的な建築として価値が高いと言われている。宗門は三つ胸作りであり、脇間の前後に四天王像を安置する、珍しいもの。なお、境外から、あたご山山頂へ散策することができる。 本堂、多方堂、主郎、陳樹堂、宗門の五棟の建造物は胸札から、混流年代は明らかである。後藤友も1984年4月14日、指定。ありがとうございます。